はい、どうも。録画そこそこ好きな男です。なんか最近さ、ちょっと遅れてごめんね。もう時差もみんなとなんか6日くらいあるけど、まあ早い方なんだよね、未来予知して。なんか6月6日6時6分の乗り換え案内にしたら、なんかそれですごい怖い映像とともになんか流れるみたいなのがあるんだけどさ、俺それにちょっと物申していい？いや、6ってそんな怖い数字にしてほしくないなって思って。6ってまあちょっといろいろね、なんか悪魔の数字とか言われてるが、俺的には結構6好きだし、なのに、まず俺6作ってるしね。6って数字作ってるんですよ。あ、6って数字僕ですから。6イコール僕みたいなもんなんで、それでなんか6ってあんな風に扱われちゃうと、ちょっとこっちもね、黙ってらんないっすよ。はい。っていうね、動画でした。嘘で、はい、どうも、羽島清志郎です。これがやりたかっただけ。いや、そのなんかそう、ああいうのばっかり言ってんじゃん、YouTuber。みんなアホみてぃにやってんじゃん。何それって思っちゃうよね。本当に。キモいよね。まあね、あれですよ。ステマでしょ。ステマじゃないか。みんななんかあれだよね、世にも奇妙な物語好きだよね。もう俺世にも奇妙な物語だったはずなんだけど、俺嫌なのがあってさ、なんかね、患者がシュークリームの中に爪めちゃくちゃ入れた話を境に、俺ね、あんまシュークリーム食えなくなったんだよ。ふざけんなよって話でさ、そんなきしょい話作んなよって思った。怖い話じゃなくてきしょいんだよ、それは。もう日常生活にさ、支障をきたすような話はやめてほしいよね。全国クレーマー代表、はじまでしたけど、いや、なんかみんなね、わーってやってるからさ、ウマヅラビデオくらいでしょ、面白いのは。群を抜いてね。あ、あと瀬戸康史さんか。いやー、まあそういうことでね、まあ僕検索しないんですけど、まあね、まあ 動画のタイトルは乗り換え案内で66度入力しようとする、入力しようとしたら、6という数字をそこそこ好きなやつに説教されたプラスアルファで、いこうと思います。いやー、なんかそういうね、あるじゃないですか。こういう動画作ってみたくて、最初の茶番、やっぱ僕はなんかね、体当たり系 YouTuber っていうのは体を張るんじゃなくて台本がないっていう、よくわかんないね、やり方でやってますんで、まあ、6がそこそこ好きな男ってね。本当は6の以外に好きな数字があって、7と5と12と3と6と9とか言って6個くらいっていうね。お、好きな数字6個だからね、みたいな。そういう、いや、1個に絞れよ、みたいな感じのやつにしようかな、とか思ってたんですけど、いいかなって思って。それもそれで面白いけどね。言おうと思ったけど言うのやめました。まあ今言ったんでボツじゃなくなった。あくびすごい。あくビーム出ちゃうよ、そんなことしてたら。出ねえよ。ああ、もうあくびの反動で涙が出てきた。空に憧れて空を駆けてゆく。あらららららら、飛行機雲、空に憧れて、ちょん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 、空を駆けてゆく。ああ、疲れた。疲れちゃうね。
何が正しいか知らない、何が楽しいか知ってる、何が正しいか知らない、何が楽しいか知ってる。そうして僕らは立ってる、生乾きのパンツを履き、居心地悪そうにしてる。ララララララ、ありもしない普通だとか、ありもしないまともだとか、幻のイメージの中、ララララララ、全く出せよ。はい。いやーね、特にやることないね。あるある、やることしかないけど。脇かゆい。風呂入んなきゃ。風呂ハイリングしなきゃ。いやまあね、そうね、やまあね、そうね、やまあね、そうね、ねえの森になっていてって。It's my life, la 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 la。はいどうも、水でーす、たまりでーす、ボンでーす、ドでーす、みんな合わせてザーザー。今日はここら辺にしといたるわ、うん、今日はこれぐらいで勘弁しといたるわ。ほなな、ほなら、また明日、バイニャラニャラバイダラバイバイニャラ。アドベルカザブラカザブラカザブラダブダケトゥド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